今一度拍手お願いします。キャストの皆さんはこれ皆さんロックバンドの経験なんかないですよね、当然ね、楽器の演奏の経験もね。いやもう本当に嫌で嫌でもう弦楽器というのが生まれて初めてだったものですから、ええ、もう本当できるだろうかっていうことでしたけれども、あらリードギター何がコツだと思いました？そうですね、しかもボーカルもですから、そうそうボーカルもですからね、もう最後は本当に発散するしかないなっていう風に。あエネルギーね、え楽器ですか？楽器楽器は宝塚やるので。じゃあ OK だった、鼓笛隊で私打楽器だったんです。あそうですか。で打楽器っていうのはしずちゃんだもんね。そうです、だから私ドラムが当たったらよかったなと思いながら。あらで黒木さんもアコーディオンだったから木村さんの役の方がっていう、みんなこうちょっと食い違ってる感じが努力するようにできている。ちょっとね、みんな得意のパートがあるのに違うのやってるわけですね。そうですね、しずちゃん、はい、太鼓叩くんじゃなくて人叩いてる方だもんね。そうですね、フェイントでリズム変えて打つとかそういうところはボクシングに活かせるし、頭でそのスモークオンザウォーターとかを思いながらシャドウしたりとか。ありがとうございます。いやしかし木村さんへの一撃は強烈でしたよ。木村さん、はい、どうでした？殴られて実際に本番にものすごい勢いで叩かれたのでなんかチカチカってなって、でそっからこう怒りが余計もううわーってなって、もう悲しくて悲しくて、もうなんか、まあ、待ってる、その撮影が始まる前に雨の中待ってる時も、あ喧嘩しちゃうんだと思ってすごい切なかったんですけれど、もうその切なさがもう何倍にもなって、もう苦しくて苦しくて。そうですか。私が叩くんじゃなくてよかったなと思って。私が本気で言ってやばいですもんね。それは本気で行きますよって言った瞬間に怪我人が出ますよ。それいくら芝居でもしずちゃんは本気で殴っちゃダメ。7月のロンドンオリンピック出場にかけてもう本当に、選考会間近に迫っております、共演者の皆さんからしずちゃんに応援のプレゼントがございます。ボクシングのグローブ、お三方のサインが入ったグローブをですね、必勝祈願のお守りとして、オリンピック目指してしずちゃん頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、この4人で本当にバンド組みたいと前々から前々から10年ぐらい前から思ってたんで、バンドというと AKB も今回新曲でバンドを組んでやってるんですけれども、向こうはこっちを意識してるんでしょう。人数では負けちゃうけど年齢で勝つかもね。自分で言わないって48 、はい、ちょうど明日48なんです。お誕生日、お誕生日で AKB、うん、垢抜けたババアっていう。自分で言わない。馬屋さんと黒木さんの共演っていうのは初めてです。ですよね、はい、学校時代の余興以来ですね。はい、温泉の本当にあるんですよ、二人でやった芝居が。はい、あ、それ以来ってことですか？修学旅行の時の、はい、久しぶりに共演ということではいかがでしたでしょうか？とにかくみきちゃんのあのコメディエンスのあのね、もうとにかくもう面白いんですよ。多分日本で右に出る人はいないと思うね、できないよね。すごい、ね、もうこらえるの大変だった。あの悔しい、芸人として悔しい方です。正直顔であんだけ笑いとるっていうのは本当に、はい、分かる分かる、持ってかれちゃいました。そうですね、持ってかれました。